皆さん週末のひとときいかがお過ごしでしょうか。今週も始まりましたランブロン。お相手はサンダー千堂でございます。どうぞよろしくお願いいたします。ということでですね、今週のランブロンでございますけれども、秋田市大町にございますライブハウス秋田クラブスインドルさんのですね、6月の後半から7月中盤までのライブのご紹介をしたいと思います。お話を伺いますのはスタッフの田村隆子さんでございます。まあ暖かくなってまいりましたね。かなりこのライブ、またバンドの方々の熱が入ってきたっていう感じで、スインドルさんの方ですね、ライブ目白押しなんですけれども、スインドルさんの企画もそうですし、またサクラメントの単独ライブ、他ですね秋田市の大学生の方々のイベント、さらにビジュアル系メタル系、いろいろとですね楽しいライブございますので、ぜひお聞きいただきたいなと思っております。はい、ということでですね、今週のランブローンスタートでーす。はい、ということでですね、私本日ですね、秋田市は大町にあります秋田クラブスインドルさんの方にお邪魔しておりますけれども、田村さんどうもお久しぶりでございますね。お久しぶりです、サンダーさん。お久しぶりでございます。あ、ちゃんと紹介しなきゃいけないですね。本日もお話の方を伺います。秋田クラブスインドルのスタッフの田村隆子さんでございます。田村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。でですね、まあちょっと間空いてしまいましたけどもね、これから6月7月夏に向けてクラブスインドルさんの方でもいろいろとですね、またライブの方入っておりますので、今回もですね2週にわたってワイドでご紹介したいと思います。で、これ明日になりますけども、6月の23日曜日スインドルライブボリューム587ということで、これかなりのバンド数入ってますね。そうですね、あと秋田を地元で中心に活動しているバンドが総勢8バンド、はい、あ、8バンド、そうですね、はい、盛りだくさんとなっております。盛りだくさんですね、はい、まずこのラビットケージアウト、グリーバ、桜組、デストレーゼ、モンキークルー、マリーザストリッパー、クロでブレード、はい、でもまあこの人たち、まあ、年齢は若いのかもしれないけども、中堅というかかなりグレードの高いバンドになってるんじゃないんですかね。そうですね、ライブ活動の履歴もすごく長い人が多いの で、 そうですよ、ね、やっぱ結構 ベテランとは言えませんけれども ね、 ねみんな活動が多いの で、 そうですよ、ね、ライブ経験豊富な人たちが、はい、なので結構ライブ見てても、はい、こう夢中になれるかなと思います。ああ、そうですね、うん、さらにこれ今クロさんのビジュアル見てますけどもすごいですね、これスインドルさんのステージの脇からですね。そうです、新しいアーティスト写真がこういう感じになってます。おー以前ね、あの佐藤清さんからクロさんの印象を受けて、はい、いい意味で変態っていうのは、この写真がいい意味で変態って感じがしますけどねそうですね、もう現れてますそうですよね、はい、はい、ということで、まあ、今回このボリューム587に出るバンドさんはね、ほとんど何回かご紹介してありますけれども、また折につけね、音源の方とかもご紹介したなと思っております。はい、でですね、7月の1日でございますけれども、破裂するスカイブルーサマーソングイン秋田ということでですね、サクラメント、ライブの方決まっておりますけれども、7月3日にニューシングルね、スカイブルーと恋のグラス、こちらリリースするわけなんですけれども、スインドルさんの方でライブということで、はい、多分この日ライブ来ていただけると新しい CD が手に入るんじゃないかなと思います。そうですよね、はい、まあ実はですね、この番組とかですね、はい、先行でですね、毎週毎週かけておりますけれども、夏に向けて非常に海に行きたくなるような、いいですね、そうなんですよ。で、先日もですね、秋田先駆け新聞の方にも載っておりましたんで、まあ、これからね、サクラメントさん、はい、ガン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 行けそうなんですけれども、あとこのサクラメントさんのですね、ライブの方の会場開演その他、田村さんの方からご紹介していただきたいと思います。はい、会場開演はですね、19時半となっております、はい、少し平日ですので遅い時間のライブとなってますので、はい、あとスタンディング形式でいつもスインドルはライブをしてるんですけれども、椅子席も少しご用意してますので、ゆったり見れると思います、はい、チケットは前売り1500円、はい、ドリンク別と500円となってますので、はい、よかったら遊びに来てください。そうですね、まあ、サクラメントさんのライブ、これやはりね、まあ、私こうたまたまご縁があって、はい、かなりの回数
お相手してますけれども、はい、いつも見るたんびにこの彼らのねテペ君と素直君のなんかグレードが上がっていくみたいで非常にですね見ててこう嬉しくなっちゃうライブです。ただスインドルさんで私ね、はい、見たことないんですよサクラメントそうだったんですねなので、はいまあ、この日はね私も来ますのでさだちぞうとしては初サクラメントアットスインドル秋田クラブスインドルみたいなね感じで楽しみたいなと思っております。はい、
ですね、その週の平日ですけれども7月4日木曜日、これはビジュアル系のイベントですかね。はい、そうです。東京のバンドですね、ガキ堂というバンドが全国主催ツアールート1ということで秋田にも来てくれます。この日今決まってるだけでも7バンドです。ビジュアル系が、はい、すごいですね。ビジュアル系というのはね、まあ毎回毎回でもないですけども、かなりの回数でご紹介してますけども、はい、秋田かなり強いですね。そうですね、お客さんの層がやっぱり強いなと思います。まあね、秋田で地元を中心に活動しているバンドのビジュアル系のバンドも、今何個か芽を出してますので、そういうバンドもね、こういうツアーに混じって成長していただければなと、はい、あ、そうですね、うん、はい。でこのですね、ガキ堂さん以外にもいろいろバンドさんあるんですが、結構これ読めない人いますけどもねなかなかちょっとやっぱりこう見た目がね、こう面白い感じがしますよね、なのでビジュアルっていうのは、まあ、はい、もちろんそのライブのパフォーマンス含めたビジュアル、はい、あるいはアブラムとかのね、うん、ジャケットだとかも含めたものもあるんですが、バンド名そのものがビジュアル化してるという。そうですね最初なんて呼ぶんだろうねとか、ね、思いながらも、そうですよね、よくよく聞くと、あ、そうかと。そうですよね、まあ私でも読めるのはまず CPU さん、あ、そうですね、はい、あとクロスハート、でもクロスハートさんのハートの T が大文字、はい、そうです。あとですね、これなんですか、アマラ、アマラニクスです。これはアマラニクスですか、はい、はい、その上は田村さんに読んでいただきましょうか。私は今回スインドラ初登場でございます。あ、そうですね、はい、携帯のような番号のバンドですね。いや、結構こういうのを見て、あとその上のヘレーゼさん、ヘレーネですね、ヘレーネさん、この上のヘレーネさんですね、はい、あとこれがシバルバと呼びます。あ、シバルバさんは以前紹介したことありますね、はい、しかしまあこういったですね、まあ紹介してるだけでも結構楽しめるので、ね、まあですのでね、これ実際のライブになるともっともっと楽しいんじゃないのかなと思いますけども。そうですね、彼ら自分たちのセルフプロデュースがすごくやっぱ上手いですので、見てても面白いなと思いながら楽しめました。そうですか、はい、であればですね、7月4日の木曜日、ガキ堂全国主催ツアールート1、こちらの方にですね、お出かけいただきたいと思っております。で、その週の週末になりますけども、スインドルライブボリューム594ということで、こちらの方もですね、いろいろとバンドが出演されるようですけども、はい、ですね、米沢、山形からですね、はい、ネクストというバンドが来てくれます。あとネクストさんのお知り合いで、そのオークというバンドも一緒にツアーという形で来てくれます。スプリングブレッドフェスティバル、はい、スプリングブレッドフェスティバルは秋田を中心に活動している、まあ、ジャンルは ハードな感じですね。はい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 、はい、パンクというか、でも結構曲調的には メロディックな感じなので、すごいなんか聞きやすい感じのバンドですね。そうです、私ですね、もしかして、はい、ネクストさんって対バンしたことあるかもしれないですね数年前まで鳥海山ロックフェスっていうのをやっておりまして、その時、まあ、主催がまあ坂田の方なんで、はい、山形とか米沢からバンドが来てたんですよ。で、まあ、一応私毎年出てましたんで、はい、確かね、ネクストさんってどっか見たことあるなと思ったら、もしかしたら、バンド自体も長いので、そうですよね、もしかしたらですよねそうですよね、はい、まあ鳥海山ロックフェスの場合は2 days なので、ちょっと日にちがね、またいだりして、もしかしたら僕も見たことないしから、僕のは見れば、別に僕のは見てもらわなくていいんですけども、かなと思いましたけども、まあ、こういった形でね、山形の方からも、こう、スインドルさんの方にライブに来るということで、そういった交流も含めてね、楽しいイベントになるかなと思いますけどもね。はい。で、その次の日の7月7日、七夕の日でございますけども、秋田大学音楽同好会主催合同ライブということですね。はい、そうです、秋田大学の音楽同好会という軽音サークルがあるんですけれども、はい、そこが主催で、まあ、他の軽音系 のサークルを誘ってやるというライブになってます。はいはいはい、秋田大学かなり軽音楽系のサークル多いですよね。そうですね、結構秋田大学の音楽同好会と、プレイミス、はい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 、と軽音楽研究会、はい、あと医学部の方でもアウトプットというサークルがありますし、あとジャズ研とか、結構音楽盛んですね。そうですよね、はい、まあスインドルさんの方で近年この大学生の
ライブイベント力入れてますけれども、こういった形でこの今度秋田大学のライブということで、結構これもいろんなバンドがあって楽しめるんじゃないかなと思いますけどもね。そうですね、彼ら多分初ステージの人もいるかもしれないですね。そうですよね。そういうドキドキ感もありながら。ありますね。はい。そうですよね。大学のサークル入ったばっかりで、1年生って言うと大体2ヶ月、3ヶ月ぐらいじゃないですか。この時にいきなりライブやる時って、メンツも違うじゃないですか、大体。そうですね。ある種期待感がありますが、ある種嫌だなという気がして、そのドキドキ感はね、今でも思い出すことありますけども。はい。チケット代が実は無料なので、そうですね、ドリンク代だけで気軽に来れると思いますので、行ってください。はい、ということでですね、7月7日七夕の日でございますけども、秋田大学音楽同好会主催合同ライブということで、ぜひお出かけいただきたいと思います。で、その翌々日7月の9日火曜日でございますけども、流れアコースティックライブ2013 1万人に会いに行くということで、この流れさんってこの北海道から来られた女性のシンガーソングライターさんですかね。ですね、北海道を中心にもう全国飛び回ってますね、はい、ホームページを見たら。そうですか。会いに行くということですので、やっぱりスインドルに来て いろんな人たちと触れ合った人数がカウントされると。ああ、そういうことですね。はい、はい、もしかしてスインドルさんで5000人ぐらい入っちゃって1万人達成したら終わりってことですかね。かんですね。ですね、だって頑張ってほしいですね。そうですね、まあ、こういった形で、近年このシンガーソングライター、まあ、女性男性含めてこうツアーやる方増えてきて、たまに音源いただいたりしますけれども、結構ハッとさせるようなその新鮮な感覚っていうんですかね、そういうふうなメッセージを歌う方々いらっしゃいますんで、まあ、そういった方々にね、ぜひ頑張ってもらいたいなと思いますよね。そうですね、応援をしていきたいと思ってます。はい。でこの日共演される方がクロエモナコさん、秋田小太郎さん、はい、はい、そうです。クロエモナコさんは2回目ですね、はい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 、シンドルでライブをするのは。この方も女性の弾き語りですので、はい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 、結構味わいある方で。そうですね、一度ご紹介した時にちょっと聞かせていただきましたけど、はい、かなりこう独特な雰囲気がありますよね。なんか初ライブなのになんかすごいこう新鮮さよりもなんか面白くない感じを引き込まれる世界観があって。そうですよね、はい。あと秋田小太郎さんはですね、はい、結構活動自体は長いですね。あ、そうですよね、ベテランです、はい、確かあの先週の日曜日に、まあ、クラブドローズだとか、ね、宴だとかキャメロンとかと共演されてましたよね。はい、ライブにご出演いただきました、はい、実はちょっと秋田小太郎さんの音源、はい、スイドルさんの事務所で聞かせていただきましたけども、はい、結構なんかインスト で、ね、いい雰囲気でちょっと私好きかなみたいな。もう世界観がやっぱりいろいろ、まあ、今まで聞いてきた音楽感がすごい出てるなと。あ、なるほどなるほど、うん、なのでこの秋田小太郎さんもね、オリオを見て紹介したいなと思っております。はい。でその週の週末金曜日ですけれども、スインドルライブボリューム590ということでですね、こちらこの岡山の GSD さんっていうんですかね、ホームページあります。ちょっと見てみますね。はい、あら、これはメタルですね。はい、その通り。メタルです。しかしこのホームページ見てるとすごいですね。もろメタルって感じしますけど。ザ・メタルです。ザ・メタル。ザ・メタル。そうですよね。はい。まあ確かに岡山のバンドですので、はい、まあ秋田っていうのはね、距離的に遠いかもしれませんけども、かなりこの精力的に首都圏ではライブやられてるみたいです ね、なんかアジアツアーっていうのもやってますし、ほうほうほう、まあ、メタル専門誌にも取り上げられたりとかしてるみたいなので。なるほど、これはちょっと、はい、気合い入れてみたいと思います。気合い入れてみたい。そうですか。しかしこのメンバーのビジュアルを見てますと、ブラック&デスメタルバンドっていうことで、かなりこういかついですね。そうですね、多分音にも現れてんじゃないかなと。なるほど。期待感がありますね。そうですね、なんかこういったですね、かなりその重厚な、まあ、メタルのバンド、まあ、メタルだから重厚ってわけじゃないんですけども、こういうふうなですね、ある種ナショナルレベルにあるバンドっていうのが見られるっていうのもかなり楽しみですね。そうですね、あんまりスインドルでこうやってメタルザメタルな感じのバンドっていうのがあんまり来たことがなかったので。あ、そういえばそうですね、ちょっと新鮮ですね。そうですね。で当日ですね、共演されますのが先ほどもご紹介いたしましたマリザストリッパーさん。そうですね、はい、はい、
でこちらの方ですね、出演バンド大募集中ということでですね、秋田クラブスンドルさんの方に出たいという方ですとかね、ライブを見てみたいという方、どういった形でアクセスを取ればいいか教えていただきたいと思います。はい、電話番号でも大丈夫ですし、あとインターネットとかが使える方はですね、はい、秋田クラブスインドルと検索していただければ最初に出てきます、はい、そこからあとメールでお問い合わせいただいても大丈夫ですので、はい、お待ちしてます、はい、ということでこの秋田クラブスインドルさんのお電話番号ですけども 018-865-7150 018-865-7150 でございます。でまあ、Google とかね、Yahoo とかの検索サイトで秋田クラブスインドルと検索していただければ一発で出てきますので、はい、ぜひ、お問い合わせいただきたいと思っております。でその翌日13日土曜日ですけども、スインドルライブボリューム597ということで、こちらの方もですね、秋田の方としては割と重めというか、こう切れ目というか、そういうバンド出ますね。はい、秋田で人気がありますリビングトゥデイ、はい、あと東京からですねギゼというバンドが来てくれます、はい、何度かご紹介いただいたかもしれないんですが、アイビーさんも出ます、はい、あとはワッサンズさんと、はい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 、あと初めて出ますねフレンチフライツさんが、フレンチフライツさん、はい、おー、なるほどなるほど、そうですか。まあリビングトゥデイは、まあ、秋田のみならずね、都内とかでもかなりライブやってますし、そうですね、音も非常にその深みがある音といいますかね、うん、でアイビーさん、アイビーさん何回かねご紹介させていただいてますけども、まあ、なかなかこのアイビーさんのキレのあるボーカルと、うん、この演奏かなりハマりそうですけどもね、はい、でこのギゼさんってどういうバンドですかね。ギゼさんはですね、こちらもまた実はメタル系のメロディックメタルっていうんですかね、もうちょっとさっきのメタルに比べたらメロディアスな方なんですけども、なるなるなるほど、はい、じゃちょっとホームページ見てみますね。フェイスブックページが出てきましたけれども、あ、これですね、いきなりいいねを押してる佐藤坊さんといるんですが、彼は横手市の方でメタルのギタリストをやってるやつですね。おー、ぜひぜひいいねを押していただいて広げていただければと思います。そうですね、なるほど、そうですか。でこちらの方にですね、アップカミングギゼスライブショー、ビローと書いておりますけども、7月13日の秋田クラブスインドル、7月26日渋谷サイクロン東京、こちらの方のライブの方がございますので、ぜひぜひ、スインドルさん、またね都内の方にいらっしゃる方はですね、渋谷のサイクロンさんの方までお出かけいただきたいなと思っております。ということでですね、6月の後半から7月のですね中盤まで秋田クラブスインドルさんの方のライブのご紹介したんですけれども、結構7月かなり入ってませんか。そうですね、やはり夏場に向けて皆さん動き出してるのかなという感じですかね。そうですよね、はい、なんかやはり暑くなるからってことではないんでしょうけども、うん、まあ、例えば先ほどの大学生の方とかだと、バンドを、まあ、サークルならサークル入って、うん、はい、ある程度こなれてきて、うん、さて活動しようかというのがこの時期からって感じですかね。そうですよね、やっぱりこうにちょっと4月から数えるといい時期な、はいはいはい、そうですよね、はい、はい、ということでですね、7月の中盤までの秋田クラブスインドルさんのライブインフォメーションの方をですねご紹介いたしましたけども、まあ、来週はですね7月の中旬から、8月の頭ぐらいまでですかね、こちらの方をですねご紹介したいと思います。ということでですね、今回も話を伺いました秋田クラブスインドルのスタッフの田村隆子さんでした。田村さん、来週もよろしくお願いします。はい、来週もよろしくお願いします。ということでですね、お届けしてまいりました今週のランブロン、いかがでしたでしょうか。本日お送りいたしました曲はサクラメントの演奏でスカイブルーでした。この7月の1日ですね、スインドルさんの方でライブするサクラメントさんでございますけれども、この時ですね、ともえさんというサクラメントと同じ株式会社サマータイムに所属する九州出身のボーカリストの方になるんですね。先日行われました高円寺のショーボートっていうですねライブハウスあるんですけど、そちらの方でも共演されたりね、何回かサクラメントと一緒にやってるみたいですので、まあ、このトモエさん見れるのが私非常に楽しみかななんて思ったりしております。またですね、この暖かくなりましてね、これからライブシーズンでございます。ライブを観戦して、また演奏して、
熱い汗を流してですね、ゆっくりビールなんか飲むのも最高かななんて思ったりしておりますけれども、まあそういったことでですね、まだ7月後半の方のですね、インフォメーションの方はですね、次回お送りしたいと思っております。ということでですね、そろそろお開きの時間になってまいりました。ランブロンいかがでしたでしょうか。本日ですね、お別れの曲になりますけれども、この番組でもご紹介いたしました秋田小太郎さん、いやー秋田小太郎さんというのはかなりね長く活動されている方で、何度かねお名前の方は存じ上げていたんですけども、今回ですね6月の16日に行われましたセンドロさんのライブの音源をいただきまして、ちょっとすごいですね。私もうじっくり聴いてみたいなって方です。まあ、その秋田小太郎さんのですね朝焼け、この曲を聴いてお別れしたいと思います。お相手はサンダー地蔵でした。来週はモアベターよ、あなたも頑張って。それでは皆さん、また来週。